私の髪の皆さんこんにちは。作曲家シンセサイザー奏者の西村直樹です。いつも母さん今日も西村ピアノアカデミーからお送りしています。今日2020年8月18日火曜日、今日の崇拝の言葉は肯定した瞬間変化は起きる。肯定した瞬間変化は起こる。そして今日の BGM は、私のお色の黒いのは金子みすゞの歌に、私が煎り豆食べるからの中から、私の髪のをお送りしています。大正末期の天才童謡詩人金子みすゞ、その彼女が残した512編、その全てに作曲をした。今日はその中から朗読版をお送りしています。朗読は女優の小林彩子さんです。ぜひ手に取ってですね、じっくりと聞いていただければと思います。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。